All right, thank you so much for checking out Chris's room.今日もクリスの部屋を見てくれて本当にありがとう。今日はね、ちょっと信じられないような話になっちゃうと思いますので、まあ気軽に聞いてみようみたいな感じで聞いていただければ幸いです。 Alright、 どういうことかというと、断る力なんだよ。 NO っていうことについてなんですよ。あらかじめに言っとくんだけど、ね、人生全部 NO って言ってたらあんまり成長できないと思うよ。それはちょっと当たり前な、ちょっと常識的なウォーニングを入れとくね。好きなことだけって言ってたら、多分現実的に自分の想像している世界と現実が合わないと思うんだよ。現実的な面を含めて断る力についてお話しできればと思います。多分みんなよくわかると思うんだけど、仕事とかさ、断るのって難しいよね。っていうか、断れないよな。断れない、やりたくないことをやるっていうのが常識、当たり前だよね。これから俺正直言って変なこと言うぜ。愛せることを仕事にすると、やりたくないっていうことがこれやばいぐらいなくなるぐらい減るんだよ。これおかしいぐらい面白くて美しいので、ビジネスの面でもそうだし、で逆に今度やりたくないことが自分が怖いことに変わっていって、怖いことが自分に必要な教えに変わってくるんだよね。これについてお話しできればと思います。Alright、 ちょっとね、ホワイトボード入れてきます。 Alright、 ちょっとね、うまく説明できれば嬉しいんだけど、やりたくないことって実は僕は2種類あると思うんですよね。怖くてやりたくないこと、でも本当は自分に必要なこと、ダイエットとかもそうかもしれないよね。ね、運動するっていうのもそうかもしれない。例えば僕ジムに、ね、クロスフィットっていうジムに行ってるんだけど、正直言って毎回やっべ怖い、行きたくねえと思うわけよ。でも行かないと、行ったら良くなるって言ってガーンって行くんだよね。もう一種類のやりたくないことっていうのがあるんだよ。マジ本当にやりたくない、ね、やったら落ち込んじゃうようなことがあるわけなんですよ。結構でっかい話なんだけど、ね、仕事なんだよ。で本当に僕昔本当にやりたいことをで生活する、生きていく、仕事にするっていう前はそれができないって思ってたのね。だからまあできる範囲のいいことにしようみたいな感じで働いてたんだよね。で中にはちょっとまあ危ない会社、ちょっとブラックとかグレー系なところにも私は経験がありますので、よくちょっと見ていたことがあるんだけど、やっぱ断れない人とかが出てくるんだよね。断れない上司とか仕事とかが出てくるんですよ。でここでちょっと不思議な話をします。会社で自分が本当にやりたくないことをやりたくない時間にやらないといけないっていう風になったとしましょう。例えば仕事が夜7時に終わるとか8時に終わるんだけど、ちょうど7時59分からこれやってってやって、残業代なしで10時まで残らないといけない、やりたくない、でも断れないよね。深くなるよっていうことは、自分の心の中でどう感じてるかっていうと、私はやりたくないことをやらないと幸せになれない、もし私がこれをやらないと悪いことが起きる、もっと罰が当たる、本当はこれじゃなくて別のことをやりたいんだけど、その別のことは私はできない、今私は
幸せにはなれない、リアルな話なんだよね。心の中で何が起こってるかっていうと、深く考えると、この本当に例えば7時59分に今ちょうど家帰ろうとした時に、ね、家族とディナーの、ね、アポがあるかもしれない、ね、大切な人とデートがあるかもしれない、本当に幸せなムービーを見るかもしれない、でもこの断れないような仕事が来たと、でこれ明日までやっといてとか、ひょっとしたらもう本当に残業で徹夜するような仕事かもしれない、ね、なんで断れない、なんでノーって言えないの、ノーって言ったら自分の人生がもっと悪くなるって思ってるわけでしょ。ノーって言って良くなるって本当に思ってたらノーって断れるじゃん。でもなんか心の中で断っちゃダメで、理由を考えてるわけでしょ。お金もらってるからとか、みんながやってるからとか、もし僕が私がこれやらなかったら本当に大変なことになっちゃうからとか、これをやらないともっと不幸になっちゃうからって、なんか心の中で起きてるんだよね。 Alright? OK? 例え話のような感じで聞いてもいいんで、ちょっとそこだけをね、理解していただければなと思ってました。 Alright, so what happens here? Alright, so what's gonna happen is that this is your thinking、まあ、日本語に言うと考え、思考とかなんだよね。だからちょっと英語で、まあ、thinking って入れといて、まあ、日本語で、まあ、考え、いや漢字完全に間違ってるな、まあいいや、はい、でこの thinking がベースにして、今度あなたは行動を取るわけなんですよ、ね、アクション、アクションを取るわけよ、okay? じゃあさっきの場合だったら、いや今これやらないと断っちゃダメだよ、ね、これをやらないと幸せになれないんだって、そういう感じで、これ本当に自分で理解できていない、意識していない部分で無意識的なことも起きてるんだよね。深いところで話してるから、うん、その常識的に仕事来たら断っちゃダメだよって、そういうところじゃなくて、その中のなんでそう思ってるのかって、ね、この仕事をだってこれやらない方が幸せになるってなったらやらなくていいじゃん別に、ね、正直言ってそれ知ってたら、で別にそれやらなくても大丈夫なんでしょ。でもなんか、いやこれやらないとやばくなるよって思ってるわけよ、ね、自分これやらないと幸せになれないよって、これやらなかったらもっとダメになっちゃう、危ない危ない危ない、やらんといかんよな、やるっしょ、やるよね、やりたくないこと。そうすると何が起こる、行動を取ると必ず結果は起こるんだよ。これはもう宇宙の法則なんだよね。この重力がこうやってあるように、これを上げたら必ず同じフォースで戻ってくるんだよ、ね、こうやって誰かパンチしたらこのエネルギーは必ずどっかに同じフォースに当たって戻ってくる。行動を取ると必ず結果は起こるんだよ。行動を取らないっていうのも実は行動の一つなんだよ。すると行動を取らないっていう結果も起こるんだよ ね, ね、これはクレイジーじゃないよな、ね、これ現実的なサイエンスだよね。だからこのやらないといけないっていうことで行動を取ると、それが原因で、でこのアクションが起こるよね。でこのアクションが起こると、それをどういう結果になる、ね、リゾルトだよね。リゾルト、ごめんちょっと結果って漢字で書けないんで、ひらがなで書きます。次、結果が起こるんですよ。ここで不思議なことが起こってくるんだよね。この結果を上司が見るわけよ。すると例えばそうやって残業しない、残業代ないんだけどやらないといけないっていう、ね、この人はこういうのやるんだっていう意識になるわけよ、ね、それがリアルになるわけよ。なぜかというと、この結果が現実の世界を生み出す、ある意味、自信。自制になったな。やべえ、ちょっと、ごめんね、僕、本当に、日本語ちょっとやばいよ、これ。ねえ、これでなんか日本語、英語もかけられなかったらやばいよね、これね。コンフィデンスとか言って間違えてたらさ、やばいよ、クリス。
ね、これがコンフィデンスになるわけよ。で、コンフィデンス、自信っていうのはある意味、ね、周りの人があなたのことをどう見るかによっても、あなたがこういう人だって周りの人があなたを見ることによって、周りの人があなたに対してどう見るかっていうことがあなたの結果によって変わってくるわけですよ、ね、簡単に言うと、ね、なんか嫌なことやったらこの人は嫌な人だって相手が思うじゃん。なんかいいことやったらあの人はいいことだって思うじゃん、ね、あなたが、ね、7時59分に徹夜して残業代なしで仕事をやるっていう人だって上司が知ったら、それはあなただってなんか彼の自信、上司の自信みたいになるわけよ。で、上司の現実のリアルな世界にはあなたはそれをやる人だってなるわけよ ね。で、この結果を自分でも見るわけよ。すると自分はこういうのやる人だっていう自分のイメージがもう一枚出来上がるんだよね。この行動、このシンキングでアクションを取ってやったっていう結果を振り返してみると、自分はこれをやる人だっていう自信がついちゃうんですよ。で、自信っていうのはポジティブなイメージがあるんですけど、実はセルフイメージなので、ポジティブセルフイメージとネガティブセルフイメージって分かれるんですよね。で、この場合はネガティブ自信、ネガティブセルフイメージみたいな感じでついちゃうんですよ。で、今度もう一回次の日とか上司がこれやってとかって来るわけよ。クライアントがこれ今すぐ返してくださいって断りにくいよね。で、あなたの現実はどうなってる？もうそれをやるっていうのが現実なんだよ。いや、僕はこういうふうな生き方をもうしてるんだって、っていうこのセルフイメージ、この自分の世界はこうなってるっていうアイディアがもう結果でリアルに生まれてるんで、また断れないっていうところにつながってくると思うんだよね。で、本当にこれもう正直言って宿題とか学校とか俺たちもう本当に楽器の時からやってること、この時からやってることだからね。仕事だけで1回目っていうことじゃないんだよ。これもう本当に何千回何万回も繰り返されてることなんだよ。そうすると、自分がやりたくないことを断って成功した、自分がやりたくないことを断ってうまくいったっていうことを見てないわけよ。何見てるかっていうと、自分はいつもやりたくないことをやっているっていうこと、その歴史しかないわけよ。そのヒストリーしかないわけよ。自分の世界は実際にそうなってるわけよ。やりたくないことをやっているっていうのが当たり前なんだよ。本当に心の中からやりたいこと、やってみるっていうのがめっちゃくちゃ怖くなっちゃうわけなんですよ。で、世の中には引き寄せの法則っていうなんか怪しいザ・シークレットとかで見たことがあると思うんだけど、これ引き寄せの法則ってあんまり本当に分かりにくくて、簡単に分かりやすく説明すると、例えばプラスチックのボトルに、ね、例えばオイルと水を入れるじゃん。ガーって振ると、ね、オイルは上に行って水は下に行くでしょ。自然に物は分かれていくんだよね。で、例えば、ね、ここで、ね、スキーが大好きな人たちと、ね、スノーボードが大好きな人たちが、まあ、例えば25歳ぐらいのみんながここに10人10人、まあ、30人30人いるとするじゃん。で、ここの部屋に本当に60人入ってたら、自然にスノーボーダーたちはスノーボーダーたちで集まって、スキーヤーはスキーヤーに集まるわけよ。で、今度飲みに行こうって言ったら、自然にスノーボーダーたちはスノーボードバーに行くんだよ。で、スキーヤーの好きな人たちはスキーヤーのバーに行くんだよ。で、そのような感じで、自分はやらない、断れない、自分は本当にやらないといけないことをやらないといけないって思ってる人たちは、自然にブラック企業とかに集まっていくんだよ。自然に同じような人たちが いっぱいいる会社に入ってくるわけよ、ね、で、誰がそういう会社に残るかっていうと、いや、断っちゃダメだよって思ってるのが当たり前、それがリアルっていう思ってる人たちがそういう会社にはいるんだよね。だから自分でちょっとおかしいんじゃないって言ったら、全員同じことやってるから、違うよ、お前がおかしいんだよ。やらないといけないことをやるなんて当たり前っしょ。残業代もらわないでさ、
ね、働くなんて当たり前だよって、あそうなんだって、で自分の世界を現実見るとみんなそれやってんだよ。でそれがこの現実の世界がまた自分の考えに、ああそっかそうなんだ、やっぱこれみんな現実でやってるけどこれがリアルなんだっていう風になって、これがリアル、私は幸せになってはいけない、やりたいことをやったらダメってなる。で今度またやりたくないことをやると、そのアクションを取ると、で今度それがまたその結果を作るわけでしょ。でその結果がまた自信、自分のリアルな世界、現実を変えてくるんだよね。僕が昔こういう会社とかね、こういうのやってた時、本当に断れない、恐怖、マジ怖い、もう本当にもう夜のね2時とかに連絡来るし、朝6時、日曜日の朝6時とかに電話になってきて、もう断れない、もう僕電話恐怖症だったのあるからね。でその時の学びっていうのがあったんだよね。それは本当にちょっとまた別のビデオに話したいと思うんだけど、それは一つ今言いたいのは、それは人生からのヒントかもしれないんだよ。そっちじゃないよって、それそっちの道に行ってもそこには幸せじゃなくて、あなたの幸せはあなたの心の中にあって、本当にワクワクすること、好きなこと、愛せること、誰かのためになれるようなこと、そっちに行ってもいいんだよ。でこっちにあなたが、いやいやそんなの無理だって行くじゃん、そうするともっと辛くなるんだよね。なんか人生がもっと教えようとしてるんだよ、そっちじゃないよって言って、いやいやこっちなんですよって、で人生が、いやじゃあもうちょっと辛くしたら分かってくれるかなって、じゃあもうちょっと暗くするよって言って、でね、それ辛くてなんか鬱になりそうで、ね、こっち行って楽しいことあるよって、断って大丈夫だよって、好きなこと言っても全然問題ないんだよ、逆にそっちの方が幸せになれるよって、人生がヒントを出そうとしてるんだけど、いやいやいや実際にこういう世界にいるからそういう見るのが難しいんだよね。でもっと深くなって、じゃあ今度人生が、いやちょっとこれ気づいてもらわないと困るよってなって、よしってなって、もういざもう耐えられないってなって、鬱とかになって、で休みを取るんだよね。4ヶ月の休みをブラック企業からもらうとか、そこでそれは実はチャンスかもしれない、別の方法があるかもよって。でも中にはその4ヶ月の後にまた同じこのサイクルに戻る人もいるんだよね。だからもし職場がきつい、断れない仕事が多い、マジやりたくない、それはその人生からのシグナルかもしれないっていうのを、ちょっとだけでもいい、ね、本当にね怪しい話だよねこれ、ちょっとね変な話なんだけど、もしかしたら人生からのシグナルかもしれない、もしかしたら人生がこういうふうに生きないでっていう教えようと伝えようとしてるかもしれない、ね、もし本当に神様がいたらどうやってあなたにメッセージを伝えると思う？なんかバーンって言って天使みたいな人が現れてさ、へい君もう大丈夫だよ、そのブラック企業やめていいよ、君は好きなことを仕事にして絶対大丈夫だよって言ってくれたら楽なんだけど、まあ、僕たちは本当に恐怖とかにいるから、なかなかそういうのに気づいてなくて、もう超落ち込んでてね、なんか気づかないんだよね。ひょっとしたらなんかで気づいてもらいたいっていう感じで辛くなってるかもしれないんだよね。まあ、本当にねちょっと例え話みたいな感じで聞いていただければ大丈夫なんですけれども、最後に一つね、これはネガティブの例なんですよ。実はポジティブになるっていうのもあるんですよ。もし、いや断っても大丈夫かもよって、自信持って大丈夫かもよって思ったら、ね、例えば断るっていうアクションを取るわけよ。ですると断った結果がなるわけよね。でそれで大丈夫だったって言ったら、あ全然大丈夫じゃん、で今度また嫌なことやってってみたいなのが来た時に、いやでもこの間やった時に大丈夫だったから、逆に好きなことやった方がうまくいったよって、幸せになれたよ、実際にビジネスもできたよ、ありえないと思うけどって、好きなこと仕事にできたよとか、そういうふうにつながっていって、またそこでいや前回はあれだったからいいんじゃないって言って、それでまた行動を取ると、それとその結果が生まれて、あ大丈夫じゃんってなって、自信がちょっとずつついていって、そうやってこのポジティブに回っていくっていうこともできるんですよね。
この自信っていうのは実はセルフイメージみたいな感じで、ポジティブもあってネガティブもあるんだよね。でちょっと今までのやり方だったら同じ行動をとってると同じ結果が多分現れてくると思うんだよね。で急に変えるんじゃなくて、ちょっとだけ自分のカンフォートゾーンから出てもらいたい。ちょっとだけ、一歩だけ、もう一歩で一歩行かなくていいよ、半歩だけ、もしかして僕には才能あるのかなって考えるとか、はあ、できる人本当にいるのかな、もしできたら、多分もしできたらって思ったらあーってなって、その瞬間にまた怖くなっちゃうと思うんだけど、ちょっとだけ自分のカンフォートゾーンから出ていく、ちょっとだけ違う行動、ちょっとだけ希望がある、愛がある、 love がある、幸せなところ、ちょっとそれ考えるだけでもいいから、本当にちょっとだけでも、本当に少しずつでもちょっとだけでもいいから、それをやってみてください。本当にあなたにはあなたしか持っていない才能、あなたしかできないこと、この人生でそれが本当にね待ってるんだよ、本当にあるんだよ、ね、いや今は信じられないかもしれないんだけど大丈夫。 I know this. You have it. It's in you.、ね、みんな応援する仲間とかいっぱいいるんだよ本当は、ね、ちょっと考え変えるだけでふわって仲間が集まってくるよ。 All right、まあ、本当にねこれは何回の言葉る力っていうのはシリーズになっていくと思いますので、本当に今すぐ行動を取らないといけないとかそういうことじゃないと思うんだけど、ぜひですねちょっとこういう考えもあるんじゃないかっていうのを入れていただければ幸いです。All right、 じゃあね、本当に自分が大好きなことを仕事にして幸せになって生きていることを心からお祈りしています。なんか私がお手伝いできることがあればぜひやりたいと思ってます。 I'm your guy, I'm your friend. Okay, I love you guys and I will see you next week. All right, thank you.